お世話になります。ヒトリーでございます。今回は2月8日から新たに登場するようになる巨大マックスストリンダーについて話していきます。これはポケモン公式ツイッターの情報ですが、2月8日から3月9日まで巨大マックスしたストリンダーが出現します。公式ツイッターに大量出現みたいな文言はないんですが、魔法メールの時は書いてあったんですけどね。おそらく大量出現すると思われます。この期間を逃したら巨大マックスカビゴンとかと同様に、多分低確率出現となりそうなので、期間中に捕まえるのが無難です。ただ巨大マックスカビゴンも今も出るらしいので期間を逃しても捕まえれなくはないっぽいですね。見た目も公開されていますが、公式サイトを見る限りではハイな姿とローな姿でどちらも見た目は一緒っぽいです。実際に登場してみないとわからないですけど、どうせなら変えようぜと思いますけどね。一応公式ポケモン情報局のツイッターではソフトによってストリンダーの姿が異なり、ソードではハイな姿、シールドではローな姿が登場すると書いてあるんですが、見た目は一緒かよと思ってしまいますよね。微妙にソードとシールドで分けるあたりが活かしてます。さすがゲームフリーク。ちなみに巨大マックス技も公開されていて、技名は巨大回転です。相手にダメージを与えるだけでなく、相手のポケモン全員を毒または麻痺状態にさせる追加効果を持っていて、ランクまで解禁されたら猛威を振るいそうですね。そして気になる出現場所ですが、今までと同様にワイルドエリアに点在するポケモンの巣を調べてと公式サイト等に書いてありますので、どこでも出るっぽいですね。なお、ゲットする際には必ず X ボタンを押してメニューを開き、不思議な贈り物からワイルドエリア入手を不思議な贈り物からワイルドエリアニュースを受け取りましょう。インターネットに接続されていれば自動的に更新されますが、不安な方は一応やっておいた方がアップなんです。